となるとそうか、10代魔王じゃなくて8人になったんだな。困ったの。威厳的な問題としてまた新たな名称を考えねばなるまいよ。幸いにも今はワルプルギスの真っただ中、全魔王が揃っておるのだし、良い知恵も浮かぼうというものよな。前回は散々だったからね。名称を決めるために何度もワルプルギスを開催する羽目になったもんね。そんなつまんない要件でワルプルギスって開催されるものなの？魔王って暇なんか。お、名付けの話か。ならば我が友リブルが得意としておるわ。そうそう、私のベレッタにもサクッと名付けてくれたもんね。そうです、リムル様は名付けを得意としてます。今日新たな魔王として立つリムルよ、君に素晴らしい特権を与えたい。あ、いらないんで遠慮しときます。そうだとも、我らの新たなる呼び名をつける権利、それを君に進呈する。これは大変名誉なことだから当然引き受けてくれるよな。というかよ、お前が魔王の人数を減らしたのがこの問題の原因なんだぜ。もちろん責任取って名前くらい考えるよな。分かったよ。まったく気に食わなくても文句を言うなよ。よし。8人の魔王だから8大魔王でもいいんじゃないかな。いや、やっぱ安直すぎるか。星8人8つ、8人の星、8房星。8房星ってオクタグラムだっけ。発生魔王オクタグラムなんてどうだ。これで勝てる。新たな時代の到来なのだ。やっぱね、リムルならやってくれると私は信じてたさ。さすがよな、ベルドラが推薦するだけのことはある。まあいいわね、少しは認めてあげましょう。一瞬かよ、すげえな。前回の俺たちの苦労は何だったんだ。文句はない。よかろう、発生魔王オクタグラム。それでは改めまして、発生魔王オクタグラムの皆様をご紹介いたします。デーモン、ロード・オブ・ダークネス、ギー・クリムゾン様、ピクシー・ラビリンス、ラミリス様、ドラゴノイド・デストロイ、ミリム・ナーバ様、ジャイアント・アース・スクエイク、ダグリュール様、ヴァンパイア・クイーン・オブ・ナイトメア、ルミナス・バレンタイン様、ポールン・スリーピング・ルーラー、ディーノ様、デモンノイド・プラチナム・サイバー、レオン・クロムウェル様、スライム・ニュービー、リムル・テンペスト様、以上でございます。オクタグラム、おめでとうございます。おめでとうございます。リムル様、おめでとうございます。こうして俺は8人の魔王オクタグラムの一人となった。この日、新たな魔王の時代が幕を開けたのだ。